どうも。藤津さん。なんだい。藤津さん。なんだい。藤津さん。なんだい。だい。ついに G エンドの始まりです。本編一発目です。この辺この前にいろいろ入ってるんだけど、また本来は。本編はここから始まりましたね。ついに始まりました。みんなが思ってることはただ一つ。あ、星大 G エンドじゃないんかーいってなってたもん。夏こそバカしたい G エンドだからね。うん。うん。まあ同じ G エンド系列だと思って見ていただければいいと思う。よ。来い。しょ。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、あれやもんね。あの、星野とやる企画では、星野が最初からいる企画だとすれば、8月一発目だからね。ね。うん、星野が最初からこの2人最初からってやつは8月一発目だから。そうだよ、8月一発目俺いないからね。8月一発目星野いないから。あ、なかなかない。8月一発目でございます。はい、本日変わったことは星野がいません。面白いね、あれは。っていうね、回があったからね、この前。うん、まあ、まあ、本来の時系列だと、まあ、最初いなかったくせにさ、ひょっこり後から出てきてさ、ゲロ入ってたやつがいるんだけどさ、したいリバーしたんだけどさ。いい示しだよね。まあね、最後ね、伏線回収、伏線回収したね。ああ、ええ感じで。まあ、うん、今日の概要見せてはまだとりあえず言わないよ。こう何回やるんだよ、要は特別なことをやる。じゃなかったらこんな気合を入れていない、俺は。うん、とりあえずさ、うん、黒さん何時ぐらい来るの？わかんない。あ、今日工藤さん来ます。さりげなく言ったけどね。ああ、それはね、G エンド本編一発目だったら工藤は来るだろうっていう。ああ自負。工藤さんには3時に来るように言ってあるけど、工藤さんの LINE には3時に来てくれ、ただ来れたらもうちょっと早く来てもいいよってやる。だからもうちょっと早く来る可能性もある。 OK って感じです。はい、そう、もう俺は今日ね、やらなきゃいけないことがあったから、もう準備は済ませてきた。おう、とりあえず、まあこれに関してはまだ言わない方がいいか。まだとりあえずいいんじゃね。俺らが次ちょっとなんかめんどくせえことやるからさ、めんどくせえことやってから戻ってきて、黒さんにこれから会うよって時に言う内容を言えばいいってやつです。はいはい、そんな感じで張り切っていこうと思います。張り切っていきましょう。いや、急にお、なんか2オクターブぐらい上がったね。うん、びっくりしちゃった。俺もびっくりしちゃった、うん、今日の朝のバババババンよりびっくりしちゃった。バババババーン。あとあれ、さっき星野保冷剤2個入れたじゃん。ああ、俺ん家なんか保冷剤今さ余ってんのなかったからさ。ああ、保冷剤1個抜いてさ、両方とも真ん中にさ。ああ、いい。で、代わりにその冷蔵庫入れてきた。おう、うん、今2個連チャンで2個並んで冷蔵庫入ってる。何とは言わないけど、うん、冷蔵庫入ってるのは。なんか多分あれじゃないよ、あれをさ、保冷剤を真ん中にぶっ刺した状態で冷蔵庫にも入れてあるじゃん。うん、1回もさ、あそこのさ、チャックの蓋を開けずにさ、会場まで持ち寄ればさ、ずっと冷えたまんまいけるんじゃね。いや、割といけるかなと思って。いける気がするよね。一回も開けちゃいけないやろうね、うん、あの出す時までは。保冷剤本当は3つ入れようかなと思ったけど、うん、ちょっとさすがにね、閉まんなくなったからね。2個で頑張った。まあ、最悪ね、買って一回氷袋にも突っ込めば ね、もうちょっと強まるかなって思って。後半戦は1個は開く。まあ少しでも飲んだら、うん、開くじゃん、ちょっと。その分、まあ、氷入れる前にまあ少しでも冷えてればなみたいな感じで入れてきた。うん、あざーす。いいっすって感じです。そう、なんかどどかだねって思うかもしれないけど、ジエンドなのに大丈夫かよって思ってるだろうけども、これナンバーワンの動画じゃないからさ、大丈夫。どどかでも大丈夫。こっからね、張り切ってるから大丈夫。まだゆっくりしてて大丈夫。今張り切っちゃうとね、この後ね、一気にね、だから俺らがさ、本来動画を撮るにあたってはさ、スタートからグーンって上げてくんのが普通は定評的な感じなんだけどさ、この斜め上がりみたいな感じ。
あのさ、諸事情によってさ、今から俺らさ、こうなってさ、こうなってからこう上がるとかさ、わかるでしょ。ジェットコースター。いつもだったらこうなんだけどね、一回下がってから上がるからね。実は。なんだから、ちょっとね、困っちゃう。で、今はちょっと、落ち着いてます。吉田は家にスマホを置いてきた。また取りに行かなきゃいけないと。わけです。星野はちょっと暑さでダウンして仕掛けてると。早く冷房のところに行きたい。行かないとちょっと回復したいね。うん、はい。はい。では、本日、こんな感じでやっていこうと思います。はーい。地味に、今日、おってやつがこの後すぐ来るよ。来るよん。